ラブピースは2015年6月27日公開の映画。監督のそのコーンが無名時代に書いた脚本を25年の時を経てほぼそのまま映画化した作品である。楽器の部品会社で働くサラリーマン、鈴木良一は以前はロックミュージシャンを目指していたが挫折し、それ以来油断の上がらない日々を過ごしていた。 同僚の寺島優子に思いを寄せているが、視野を信者すぎてまともに話すこともできない。ある日、良一はデパートの屋上で一匹の緑亀と目が合い、運命を感じる。その亀との出会いが天気となり、良一は再びロックスターへの道を駆け上がっていく。やがて、謎の老人と言葉を得たおもちゃたちの住む、不思議な地下の世界まで巻き込み、登場人物たちそれぞれの思いは、 怒涛の展開を見せていく。クライマックスで巨大化した亀が新宿を破壊する特撮シーンを見どころの一つとしている。その曰く CG はほとんど使わず海外に日本の特撮文化を見せたかったということもあり、特技監督の田口清隆を中心に一流の特撮スタッフが集められて制作された。田口はしょぼい特撮にしたくないというその意向を受け、 ミニチュアセットと実景を組み合わせて一見しただけでは本物かミニチュアか区別のつかないリアルな映像とすることを心がけており当初は新宿ゴール限外を壊すことを提案していたがそのにあそこは復興されないという考えから反対されたため代わりに東京都庁舎を破壊することとなったありがとうございます